はい、ですか。こんばんは。ブック学科横浜講座、今日は7回目ですか、望月さん。はい、7回目、ですけども、今日は詩人の佐々木美希郎さんをゲストにお呼びしております。よろしくお願いします。これマイク入ってるんですか。はい、入ってます。ユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは。いうことで、そういうことなの。立派なマイクですね、これ。これなんか立派なマイクなんですね。うん、なんか見たことないような昔の映画に出てくるような、ね、なんですけども。それで、今日は春風社で、今月こういう言葉のポトラックという本を出させていただきました大竹明子さんの、編で、いろんな作家さん、詩人、写真家の皆さんの作品が入っています。で、今日はですね、この言葉のポトラックをめぐってということで、佐々木さんにいろいろお話を伺っていくんですが、今日の、まあ、なんていうんですか、メインイベントは、佐々木さんに、ここに収録されている佐々木さんの詩をぜひ、朗読していただきたいということで、お願いしてあります。僕はですね、この中の2つ目に収録されている佐々木さんの詩は4つ入っているんですが、明日っていう詩が入っていて、別の場所で、ある場所で、佐々木さんが朗読してくださったのを聞いて、とにかく涙が止まらなかったっていうことがありました。詩人が自作の詩を朗読するってなかなか機会がないことだと思うんですけども、僕その場にいて本当になんか体が震えて、涙が止まらなかったことを思い出します。まあ後で、その詩も含めて、ぜひ朗読していただきたいと思うんですが、まずですね、この本今月出たばっかりなんですけども、すごい分厚い、ちょっとレンガみたいな本ですけども、これがどういうふうに、どういう経緯でできたのか、その始まりのところを佐々木さんにまず教えていただきたいと思いますけど。去年の3月11日に、東日本大震災が起こって、それから10日ほど後ですね、21日の日の昼過ぎに、僕は東京に住んでるんですけれども、一月に1回か2回ほど嬬恋村といいまして、群馬県の嬬恋村、浅間山麓のふもとに山小屋が、ユニタと一緒に使っている山小屋がありまして、そこへ月に 1,2 回は行くんですね、週末に。うん、その3月21日の日というのは、ちょうど僕は山小屋にいた時、それの昼過ぎでしたが、突然携帯に電話がかかってきて、大竹明子さんから、渋谷にさらば東京というカフェライブがあって、でそこでもう東京はまだ余震が続いてましたし、放射能の恐怖、放射能汚染の恐怖も続いてましたし、節電があり、日に日に東京が、町全体が、衰弱していくという、皆さんもご経験になった時期のことですね。で言葉を全部失ってるんで、とにかくそのさらば東京っていう場所で、詩人たちや歌人たちや作家たち集めて、言葉を、声を出し合う、その言葉の会をやりたいという、そういう電話もらったんですね。うん、でそれで詩人たちを集めてもらえないかっていうふうな話があって、で
僕はもうすぐ OK したんですけれども、なかなかもうやる日はもう27日決まっていて、でまあとにかくその日に大竹さんのお声がかりで、いろんな人が16人ほどかな集まって始まったのは言葉のポトラックという会だったんですね。でそれが3月27日、多分東京で始められた 3.11 に関連する朗読会としてはほとんど最初の会だったと思います、うん、で3月27日当日も余震がありましたし、それ結局それは1回で終わる予定だったんですけれども、一緒に参加しておられた堀江俊敏子さん、はい、作家の堀江さんなんか の意見もありまして、1回だけではなくてとにかく続けていこうと、でずっと続けて1年続けて、そして1年後から本当のことが始まる、うん、その後も続けようっていう話があって、それで1回目が終わってからその1回目に参加した人たちが、企画して、またそこから誰かを呼んで、8回続けて、この前終わったばかりです、8回目がね。それで1年目のワンサイクルが終わる。でその8回分のそのタイトルが言葉のポトラックって、これはもう作家の大竹愛子さんが不意に思いつかれたタイトルで、僕はもうこれに気に入ったんですね。ポトラックってのは持ち寄り料理という意味で、手料理を自分のものを持ち寄って、手軽にランチなんかをやるってのはアメリカでよくあるらしいんですけれども、言葉でそれをやるという手持ちのものを持ち込んで、それでみんなで食べ合う、あるいは聞き合う、そういう会っていう形で1年やった。で、それをまとめて本にするという案があって、今こうして持ってますからその本のイメージは出ますけど、その時はもうとにかく8回やった、もう点でバラバラのさらば東京という渋谷の本当にいいカフェライブの会場なんですけれども、地下にあって、でいろんな詩人から作家から歌人からもういろんな人がそれぞれのキャラクターでやりましたから、これを一つにまとめるって僕の中ではもう想像に絶する大変な編集作業だろうと思ったんですけども、でその時に大竹さんからその出版社がいい出版社がないかというふうに聞かれまして、電話でね。でそれでずっといろいろ考えたんですけれども、三浦さんの顔が突然浮かんできたんですね、不思議なことに。で要するに大出版社や名のあるところではなくて、そういうふうなところだとね、なんとかな、だからこの本は、まあ、大竹さんともお話ししたんですけども、つまり誰か上司がいてその上司の顔を伺いながら作るような本ではないと、うんうん、一つの出版社が全力を挙げてかかってくれるようなそんな出版社で一緒に作りたい、こっちも全力を挙げるから、このかかった連中はそういう形でがっぷり組めるところはどこだろうって言った時に、僕が今まで知ってる中では、三浦さんの顔が浮かんだわけですよ。春風社と前から新聞社のこのここへ来たら僕何年ぶりでしたっけ、一番最初は。そしたらね、俊太郎さんと一緒で来たんですね、谷川さんと。そうするともう ここに移ってそんなに経ってない時期で9年ぐらい前ですね。9年ぐらい前ですか、ええ、でその時に初めてここへ来て、それからそこから以降三浦さんとはですね直接お会いすることがなくても、ほとんど2日に1回ぐらいインターネットで新聞社のホームページ見てて三浦さんの山々話っていうのを見て、それからりなちゃんが、ね、ひかりちゃんとかりなちゃんとりなちゃんと二人です、はい、ブログを見たりなんかしてお会いしてなくても非常に近しい感触がずった、うん、それともう一つは出版関係も、それからそれと三浦さんのこの出版社の社員の人たちへの付き合い方、僕も1回目それからもう2回目も来ましたよ、ね、別 の、はい、ね、本のことでね、はい、そうですね、でそれ大体分かったんで、ここだったらいっぺんその新聞社と遊びたいと機会ないかなと思ってたんですよね。で、あ
今回本格的に遊べるって感じで、まあ、大竹さんに進歩しちゃってもらうどうだったら、うん、じゃ あのちょっと聞いてみようっていうことになって、それで皆さんここに電話したんですよ、うん、会社へ、うん、そしたらお留守番の女の人が出られて、うん、今社員旅行ですと言われたんですね、うん、社員旅行どこ行ってんですかって言ったら、被災地の石巻に行ってますとか、もうこの出版社しかないと思ったんですね社員旅行に被災地行くすげえなって、でもうこれはもう絶対ここでもう落とすっていう感じになりまして、それであの皆さん携帯電話の番号を教えてもらってお電話したんですね、ええ、でちょうどその時に石巻行かれるもの、仙台です、前の日で仙台に、ね、仙台にいました、初日。それでこのお話、こういうのあるんだけどやってもらえないかって言ったら、なんて言ったんだっけ、皆さん。僕はあの佐々木さんがそういうお話をいただいてね、うちはそのどっちかっていうとこう哲学であると、哲学思想であるとかね、硬い本ばっかりで、あの、まあ、文学関係もないわけではないけども、あの全体の中では薄いですよね、教育とか哲学思想とか人類学とかそういうものが割と多いもんですから、だから佐々木さんからそういう本当にありがたいお話をいただいたんだけども、あのうちでいいんですかっていうふうに確か申し上げたと思います、はいはい、そしたら佐々木が何をおっしゃいますっていうことだったので、うんうん、そうかと思って、それでしたらもう総力を挙げてあのかかりますから、もう即座にね、この話した時にもう総力を挙げてやりますって瞬間にもうやったになったんですね。僕もやったって思いましたね。お互い言うのは珍しいですね。そういうの。そうですね。そっからの作業なんですね。内藤さんが担当になって、そうですね、編集長の内藤編集長が担当になって、大竹さんを中心にして、渋谷にあるさらばの7階、ビルの7階に会議室があって、そこで何回も何回も編集会議をやって。やっとこういう形が出来上がったんです。で、これはまあ、あの大きさはレンガのような感じになってます。で、この厚い本です。で、まあ要するにもうたくさんの50人近い、40人数人ですね、人たちの作品がずっとあって、詩もあり、短歌もあり、俳句もあり、それから小説もあり、エッセイもあり、そして写真もあると、普通だったらこのレイアウト本当難しいんですね。で、級数全部書いてあります。短歌と俳句、それから詩、級数回3本も書いてある、タイトルの位置も書いてある。ここまでマニアックにレイアウトはできる、あのやったの、これはもう大竹あっこっていう名、本当あの作家なんですけども、もうこの本に情熱をかけた彼女の力ですね、それとそのマニアックな、編集的な編集にマニアックに受けて立った内藤編集長のこの2つのがっぷり組んだ作品です。で、あの言葉のポトラックとタイトルだそうであるように、本当に、ね、僕はね、作ってほしいって言ったのは、昔 3.11 の、 このだけじゃなくて、もう関東大震災って大正12年の9月1日にありましたけれども、あのその後にね、関東大震災関連の詩集とか、ね、写真集ってのいっぱい出てるんですね、うん、エッセイ集で。散文はそうでもないですけど、詩集とかね、写真集ってのはね、川相版とかものすごいでかいもので豪華本なんですね。で、そういうのもボロボロのそうになった本が神田の堀さんでも時々出てきますけれども、僕はあの中原中也全史の編集をしてましたんで、あのその中原中也は関東大震災以降に登場した詩人なんですね、うんうん、で日本の詩っていうのは関東大震災以前と以後で言語がガラッと変わっていくんです。やっぱり大きな出来事ではそれだけあの言葉に影響を及ぼすんですね。ですから、うん、だから千葉全集作ってる時にその関東大震災関連の、資料をたくさん集めたんです。その中に震災詩集とかいっぱい集めたんですけれども、うん、見たら本当にもう情け、どうして震災のことを歌った詩歌集がこんなに豪華本で作る必要があるのかと、
何をはしゃいでるのかと、うん、この出版社は、うん、また編集者はっていうね、うん、という思いがものすごいあったわけですね。なるほど。でその1923年から現在まで2012、うん、年の現在までの間に、うん、要するに価値観が変わってるってこともあるけれども、長いスパンを経って時間軸から見たときに、あの振り返ってみたときに、うん、そんな風にバカにされるような本は作りたくない、うん、要するに豪華にする必要はないけれども、100年後の子供たちに届けられる本、100年後の子供たち、あの今の価値判断でここに書かれてるものが言い悪いっていうの判断で、今つけてる価値判断とは別の価値判断を100年後の子供たちはしてくれるだろうと、全く思いもかけない角度から我々生きてる、今生きてるこの時代とは違う見分け方をしてくれる子供たちが必ず100年後に現れてくる。そのために届けたい、そこに届けたい。だから想定もで、しかも僕は東北の被災地何回も回りましたので、瓦礫とかたくさん見てました。レンガとかいっぱい壊れて落ちてるって、その被災地にある瓦礫処理の瓦礫と同じように置いて遜色ないようなもの、それに対して恥ずかしくない想定にしてほしい。だからレンガような形にしてほしい。そして同時にそれを仮設住宅の持っていっても、仮設住宅はその頃僕が行った時9月からあの10月7、8、9、10のその頃ですけれども、仮設住宅は釘打てませんから壁に、ですから書棚がないんですね。ですからこういうふうに置けないんですよ。そんな本らしい本作るなって言ったんです。レンガの形で瓦礫と同じようなところで置いて遜色なく、そして仮設住宅の土瓶式になるような、ここへコップを置いて映えるようなもの、鍋を置いても映えるようなもの、それに耐えられる表紙、熱にも醤油こぼしても耐えられるような表紙で、そうするとこういう想定ここに鍋があるような形で言葉のポトラっていう、まあそれまでに別の案があったんですけどね、一からやり直してもらって、あのこういうことにしたりしてという形でこれができたんですね、うん、まあというような本当に熱い思い、大竹さんあのいらっしゃってますけども、大竹さん、まあ、佐々木さんを中心にあの40数名の作品が入ってますけども、これまあうちとしては総力を挙げてっていうことですけども、具体的には春風社の編集長の内藤が担当し、想定は矢作多門さんっていうことですけども、今おっしゃったような、おっしゃってくださったようなあの佐々木さん の、ね、あの熱意を受けて、内藤君の方ではどういう感じでこれに向かいましたかね。声聞こえる？これこっちおいで、こっちおいで、はい、いやここに立っててもいい、どうぞ、すいません、はい、あこんばんは、内藤です。どういう質問でしたっけ。あ、熱意を受けて、受けて具体的にね、今あの想定の話もありましたけども、はいはいはい、まあ、最初にそのお話を僕らが受けて最初に伺ったのが、もうすでに2回ポトラックが終わった時点なんですよね。あ、そうでしたかね。それで、3回終わったのかな。僕が初めて行ったのは女子会っていう会だったんですよね、うんうんうん、だからちょっとどういうことが行われているのかっていうのもホームページとか見ていても具体的にどういうことをしているのかってよく分かんないまま行って、で最初お話を、まあ、説明されてもで頭では分かってるんですけども、よく分からない状態だったんですよね。で実際に女子会っていうのに参加して、あ、女子会っていうのは女性の詩人や歌人や、そうですね、そういう人たちの集まりですね、はい、女性だけのその朗読会、朗読会第4回だったと思うんですけど、あって、で、ああこういう感じでこれを重ねていくんだなっていうふうに思ったんです。なかなかでもその、なんていうかな、僕は本を作るっていう目的を持ってというか意図を持って、それを聞いたりあるいは編集の場に臨んでるんですけども、さっき佐々木さんがおっしゃいましたけど、
たくさんあって膨大でイメージが非常につかみにくいんですよね、うん、そのそれぞれ全然違うこと書いてるからね。そうなんです、バラ、うん、ある意味でバラバラなことが書かれていて、書かれてるんですよね。でしかもそれが、本ってのは原稿が一番いいのは原稿ができているものを形にするというのはイメージしやすいんですけども、現在進行中でまだ原稿出てきていない、しかもバラバラな人たちのアンソロジーを編むっていうので、どういう形がいいんだろうっていうのはなかなかつかめない、つかめない中で、でも、まあ、大竹さんが今回 編者というか編集長になられて、でいつも佐々木さんが編集の場に来てくださって、いろいろアドバイスとかこうディレクションをしてくださるんですよね。でその中でさっきおっしゃった100年間持つもの、うん、持つ形、あるいは持つ内容っていうのを、本を作ってほしい。これはすごく、作る人間にその支えになるというか指針になったんですよね。さっき醤油をこぼしてっていう話もあったんですけども、紙のことをちょっとこの表紙は、汚れない紙っていうふうにされてるんです。新しい紙で気泡紙っていう紙なんですけども、汚れるんですけど、消しゴムとかかけると大体取れます。それで醤油をこぼしても、水拭きすれば取れますっていう紙なんですよね。だから本当に鍋敷きにしてもらってもいいものっていう形にしたんですよね。あ、ただですね、この間醤油こぼしてみたんですけど、匂い取れないんです。それは考えてなかった。そこはちょっと考えてなくて、まあ、そこは勘弁していただきたいんですけど、でも基本的には一応拭けば取れる。まあ、実際これ、ね、内藤の方、内藤の方でこの紙を使うんだっていう連絡を受けて、うん、でこの紙にコーヒーこぼしたりなんかここでやってました。ああ そう。それでほら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 社長ほらほらみたいなことで、ああすごいねこれっつっていうようなこともありました、うん、であとあともう一つ内藤君の方に話してほしいんだけど、その想定のね、はい、矢作さんがやってくれたこの想定なんですけども、はい、この間の最後っていうか8回目のポトラックでも、うん、大竹さんとそういう話がありましたが、そこのところどういうことだったのか。でさっき佐々木さんの方からも最初に出てきたもの、はいはい、でもう一回やり直しっていうふうな、はい、そこのところをちょっと話してもらえますか。まあ、僕と一緒にいつもそのデザイナー中のレイアウトとかその表紙とか、まあ、紙を決めたりするのも彼なんですけど、矢作多門さんっていうデザイナーと一緒に、行って、全体のその、アートディレクションというかデザイン関係は彼がやるんですね。だけどやっぱり僕と同じで、その全体がこういろいろ多岐にわたっているし、どんな本にしたらいいのかっていうイメージが非常につかみにくい、つかみにくかったんですよね。でつかみにくいっていうのは多分その震災を受けてここに参加して作品を読まれた方もそうだと思うんですけど、事態が動いていてどうなるか分かんないみたいな不安の中で、現在進行形の出来事に対してというか出来事と関わって作品を読んだりしてる、でそれに関わって本を作んなければならないっていう、ちょっとなんていうかな、動いてることにどう形を与えていいのかっていうのは非常に難しかったんですよね。デザイナーもすごく苦労して、最初に出してきたのは青い抽象的な青い表紙の案だったんですけども、それを佐々木さんにというか編集会議で持って行って皆さんに見せた時に、佐々木さんに大罰を食らって、絶対こんなのダメだからやり直してこいっていうふうに怒られたんですよね。まあそれ青いイメージっていうのは空とか意識みたいなイメージだったと思うんですけども、佐々木さんに言われてそうだなと思ったのは、その青い表紙の本を被災地の人たちに見せられるか、その津波が怖い人たちに青い本を見せてどう思うんだっていう、青だけじゃなくてね、青海波っていう、そうですね、波の模様があったんですね。でこれ要するに笠地作においてどう見えるっていう話だったわけ、考えたかそこまでっていう、うん、抽象的な頭でデザインする本じゃないんだこれは、具体的に片付け住宅あるいはレンガというふうなイメージをどこに置くかっていう、そのことによってイメージ作らなくちゃいけないから、もう一遍やり直しって言ったんだよね。あの時は困ったな、しかもとてもこう時間がない中でギリギリの進行でやっていたんで非常に困ったんですよね。で言葉っていうタイトル、言葉っていうのが入ってる時に具体的な形とか写真とかってイメージが非常に強いので使いにくいんですよね。今回これ絵が入ってますけど、絵っていう選択肢ってデザインのする側からすると結構難しいんですよね。意味がついてしまう。しかもたくさんの作品、いろんな
作品が入ってる中で絵を使うっていうのはなかなか勇気がいったことだと思うんですね。それで1回目ああいう想定を出したんだと思うんですけど、でその時ヒントになったのが、あの暮らしの手帳みたいでいいじゃないって佐々木さんおっしゃって、で花森安次っていう、まあ、名編集長がいて、編集長であってデザイナーであって画家の、でとぼけた感じのこうフォントというか手書きの文字も書くすごい素敵なデザイナーがいたんですけど、その人の感じ、何かその大冗談に言葉っていうので何かぶつけるような感じじゃなくて、なんか鍋でこう立ち向かっていくような、そういうちょっと間抜けな感じでいいんじゃない、そういうことを考えてくれって言われたのがヒントになったんですね。でそれ以来、あのそれ以来というか、それ次の週10日後ぐらいにもう一回集まるって決まって、でうちにも結構あの暮らしの手帳バックナンバーいっぱいあるんです、うちにも。でそれあの矢作さんをうちに呼んでそれ見せて、で矢作さんもあの急いで花森さんの本5、6冊買って、デザインの本とか、すいません、いや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 、あのとても面白かったんですけどね、まあ、そういうふうにしてできたのが、まあ、こういう表紙ですね。なんとなくあの多分暮らしの手帳と並べると、ああなるほどって多分感じていただけるんじゃないかなと思うんですね。というところで、で僕はあのこの間も佐々木さんにちょっと申し上げたんですけど、あの初めてその佐々木さんにお目にかかった時に、まあいろいろお酒も入って、で、食事もしてっていう時に、しばらくしてから佐々木さんから、三浦さんはどういう本が好きなんですかって、こういうで僕は分厚い本が好きですって、こういうふうに多分まあジャンルのことを聞かれたのかなと思うんですけど多分そうだと思う分厚い本が好きですで、まあ、9年後にこういう分厚い本が、まあ、できたので、それもあ夢が叶ったなというふうに思いました。で、まあ、あのこれには先ほどあの佐々木さんの方からも話ありましたけども、小説があり詩があり短歌俳句があり、まあ、写真も入っているという、あの本当にいろいろ入っているわけなんですけど、一番最初このお話をいただいたのが佐々木さんから電話いただいて、で佐々木さんっていうと詩人だっていうことなんですけど、僕はずっともう子供の頃からガキの頃から詩がわからない、学校でいくらなっても詩がわからない、わからないわからないできて、おそらく今も分かってないと思ってます。わからないんですね、わからない、わからないで、で今もわからない、わからないんですけども、まあこういう仕事ですからわからないって言ってもあの困りますよね。仕事になりませんので、でいろいろ詩の本も読んでます。読みました。そうしたら佐々木さんのこういう本がありましてね、中原中也悲しみから始まるって言うんですよ。中原中也悲しみから始まる。先ほどあのお話にありましたけど、中原中也全集の編集員をされているわけですけども、中原中也悲しみから始まるってこと、これ三鈴書房から2005年ですかね、2005年に出てますね、7年前に出ている本です。で僕はこれをあの本当にこれなんていうのかな、この詩に詩、詩の本を読んで、あのこれはまあ3文で書かれてるわけですけども、本当にこう、ああなるほど、あそうなのか、そうなのか、で僕はこのそうなのか、そうなのかって どういうところがその腑に落ちていくのかっていうふうに思って、これ3度読んだんですね。3度読んで、そうすると何がその僕がその腑に落ちる箇所なのかっていうとですね、例えばこういうところがあるんですね。この原稿をあの佐々木さんはパソコンのキーボードを叩いて、はい、書いてあの書いた。だけどもその後でこういうふうに書いてるんです。私自身この原稿はパソコンで書いていて、原稿用紙を使う機会は少なくなっているのですが、詩を書き始めるときは今でも原稿用紙に戻ることが多いのです。原稿用紙という空間の中に閉じ込めることのできる自分の時間というものに惹かれるからでしょうっていう、こういうふうに書かれている。それから
ちょっと前後の文脈なしに今読みましたので、あの分かりにくいところもあるかもしれませんが、あのそこは勘弁してください。ですよね、その詩をどう書くかとか詩がどう生まれるかみたいな内容の本ですよね。そうですね、中原中也の詩をにおがどういうふうに生まれ、で遂行をどういうふうに、それを本当に丁寧にあの追っていますので、よくあなるほどなっていうふうに分かります。それからこういう箇所もあります。これはまあ中原中也のことについて書かれているんですが、僕は佐々木さんが詩を書かれるときにこういうことなのかなというふうに読ませていただきました。心に浮かんだ言葉を吐く息、吸う息のような自然なリズムで書いていく。まず詩の本文、詩の第一行目が大事なのです。それからこれが面白いなと、これはですね、中原中也の少年時ってこれ読むんでしょうか。少年時です、ね、少年時という詩、これが何度こう遂行の過程を経て最終バージョンになるわけなんですけども、こういう文、あのこういう一文があるんですね。佐々木さん書かれたところ、中原中也はここで揺れています。これはこれ普通、この遂行の過程で中原中也はここで揺れています。いや、作者が揺れているのではなく詩の言葉が揺れているのですとなっていて、はと思ったんですね。でこう佐々木さんのこれをずっと読んでると、あ、言葉って、まあ、記号じゃなくてやっぱりあの肉体を伴っている、体があって、そして言葉っていうのは体なんだなっていうことなんですけど、ここを読んだ時に体から言葉が生まれるんだけど、その言葉がもう肉体を持ち始める、言葉が生きている。そうすると作者が揺れているのではなく詩の言葉が揺れているっていうふうになるのかなっていうふうに、そんなふうにも感じました。それからこういうところがあります。悲しみのテクスチャーっていうところなんですけど、僕はこれを読みながら今回のこの言葉のポトラックとも重ねながら改めてこれ読んだんですが、悲しみの感情を風呂敷のように広げて生きていることの何もかもを包み込もうとします。包み込むことによって悲しみは大きく膨らむ場合もあるし、同時に安心できるという要素もあります。ちょっと飛ばします。日本人の悲しみの表現はまるでテクスチャー、折り目のように水平に広がっていくのが特徴的です。一枚の布の先端がほころび始めて、その折り目の細い一本の繊維が風に揺らぐような場所から言葉が生み出される。悲しみであれ喜びであれ叙情的なるものはいつもそういう誕生の仕方をします、というふうに書かれていて、今読み上げたところもそうなんですが、僕はこれを読んで、あ、言葉ってそうか、体から生まれてきて、そしてもう命を持ち始めていくものなんだなという感じがすごくしました。でそういうふうに、これはだから僕にとっての詩の教科書なんですね。そういうふうに読んだ本なんです。じゃあこの言葉のポトラック、ああいうふうに去年3月11日にああいうことが起きて、で佐々木さんはあのことをどういうふうに受け止めたんだろうというふうに、僕の関心はそこでした。他のもちろん他の作品も読ませていただきましたけど、佐々木さんはあの事実をどういうふうに受け止めたんだろうか。僕ここにコピーを持ってきましたけどね、これはこれはこの方、このブログを書かれた方はどこの方、群馬かな、茨城かな、ちょっと分かんない、ですね、茨城で、茨城県の方ですね。でここにこういうことが書いてあるんですよ。ここにレンガありますね。これレンガみたいな本ですけども、これは実物のレンガで、このレンガっていうのは何かっていうと、このレンガに根岸初という女性の名前が刻まれてるレンガだそうです。で、これは中野刑務所に使われていたレンガだそうです。で、何かイベントで、
佐々木さんは呼ばれてここに行かれたんだと思いますけども、その時にこのレンガを持って行かれた、この場所に。でこの人は書いてますけども、この中野刑務所がこの1983年に解体された時に、佐々木さんはその建物に魅せられ解体のありさまを8ミリで記録した、その実物を持ってきましたと言って、ごろりと机にレンガが出された時、その実物の存在感が部屋を一気に満たしたっていうふうに書いています。もうこれ見てうーんと思いました。カバンに入れてレンガ持ち歩く人いるのかな。詩人はやっぱり違う、レンガ持ち歩くんだって、レンガって持ち歩くもんじゃないでしょうと、まあ思ったんですが、しかしやっぱり何かこう物事事柄に触れて言葉をこうって言った時に、なるほどなっていうようなところがあったんです。でちょっと話がそれましたけども、僕は震災があって、でまあこのお話を最初に佐々木さんからいただいたっていうこともあって、佐々木さんがどういうふうに事実を受け止めて、受け止められなかったのかもしれないけども、言葉にし、それを詩にしていったのかっていうふうな、それがすごく興味、それがまず第一の僕は興味でした。ちょっと今の、はい、説明していい、その、はい、レンガの話、はいはい、これ皆さんちょっと分かりにくいだろうと思うんで、はい、東京の中野区に今もなくなりましたけれども、大正9年に竣工した時の名前は豊玉監獄という、その頃竣工した当時は東洋一の監獄、広さの監獄できたんですね。で後に昭和になって、それから戦後になってから最後は中野刑務所っていう名前に変わっていくんですけれども、その豊玉監獄っていうのが竣工した時に、それ全部レンガ建築なんです。そしてそれまで明治以降レンガ造りの建物の上にドームを作るっていう、丸屋根のね、円形ドームを作るっていう技術は全部日本人できなかったんですよ。ところが豊玉刑務所に十字舎房という、上から見たら十字に、花形の十字にの舎房っていうのはそこで作られました。大正9年のところ、この真ん中のところはドーム建築なんですね。でこれ全体がわずかに、20代の終わりの一人の後藤啓治という天才的な建築家が作ったんです。で彼は刑務所作りをしてるにもかかわらず、彼のイメージはおとぎの国を作ろうとしたんです。玄関なんか本当にわーっと鳥が翼を広げてるような綺麗な玄関があって、その向こう側に赤いこう塔があって、その向こう側から煙が出るような、そういう油絵も残してるんですね。それが刑務所建築なんですよね。でその建物がですね、ちょうど解体されると、1983年って書いてますね。そうです、解体されるって話を決めて、それは戦前はですね、政治思想犯専用の監獄になったんです。ですからいわゆる戦争に反対したり、それから左翼の政治家たちが全部そこに いられたと、ですから文学者もそこにいられた。で羽生結弦さんから名だたる戦後の、文学者はそこにたくさん入ってるわけですね。思想家もたくさん入ってます、で敗戦直後は今度はそれを閉じ込めた連中がいられたわけですよ、戦前閉じ込めた連中の幹部たちが今度は逆にいられて、そして米軍の管理になってね。でそこからとずっとこうどうなったか、最後の方はどうなったかと、全教徒の学生でもそこにいられるとかね、で一番最後は三島由紀夫が自決した後の盾の会の連中が入ったりとか、そういう建物だと、それが解体されると。で実はそこに、戦後文学の中の有名な作品で、中野茂春さんっていう小説家であり、死んだ、はいはい、中野茂春さんもそこに入れられていて、そこで戦前に転校生命を出すわけですね、でそこで転校して出てから書いた小説が村の家という有名な中野茂の小説なんですけれども、そこで結核になって病棟に入ったわけですね。で中野茂さんの奥さんの林、原泉さんも亡くなられましたけれども、
何回も面会に行ったんですけれども、その原さんが僕の知り合いの編集者を通じてその取り壊されるっていうのを聞いてね、ええ、私は何回も戦前面会に行ったんだけども、中野が最後に病気になって入れられた病棟もそれから独居房もついに見れないまま亡くなっていくのかとおっしゃられたと聞いて、それでその編集者と示し合わせてですね、うん、原泉さんに見せるためにちょっと映像で撮ろうと、うーん、あーで壊れる前に、しかしそれ法務局の管理で許可取らないと入れないんですよ、うん、ところが工事中でですねトラックが玄関バーッ行ったり来たりしてるんで、夜行ったんですけどね、バーッと鉄の扉あるんですけどね、トラックのタイヤの跡ですり減ってるんですね、土がずっと人一人分張ったら中入れたんですよ。忍び込んで、忍び込んで夜中にずっと入れるぞちって編集室と一緒に入って、うん、中真っ暗でもういつも何もわからないわけですから、うん、でつまりできてから72年間東京の中での最大の秘境だったんですよ、はあ、後でわかるんですけれども所長でさえ自由に歩けなかったんですよ、もちろん囚人は自分の土居房しか入れないから、うん、誰も全貌を知らないと、うん、でその上からの地図とかそんなんも外へ出せないわけですから全くわからない、 もちろん僕らはこう入っていって真っ暗に、ただ遠くの方に解体工事のね、うん、宿舎があって、そこでポーンとそれ見つからないようにバーッとガラスとか瓦礫を踏みしめながらバーッと行ったら、目の前に月明かりの村にむちゃくちゃ綺麗なレンガの建物が見えたんですよ、何これ、うん、これが刑務所って言って中入ったんですよ、それが十字社房だったんですね、でザーッと十字に上がこうなって真ん中にこれがあって、うん、で上のガラスは全部割れてて星空が見えるわけですね、月明かりと、それがさーっと2階から1階に行って美しいのなんの、うん、そっからその建物に見入られでですね、解体業者の人と仲良くなっていろいろ手を使うわけですよ、それでいつどこが壊されるかっていうのを教えてもらって、おいでおいでってその旅に行って、最後の砂粒になるまで8ミリの映像とビデオで撮って、でもちろんあの目的の原泉さんにもビデオでお見せしたし、その独居房の地下の独居房に入ってって不合理ゆえに我真珠とか戦後にね、うんうんうん、書かれた羽生豊さん、うん、それから永久革命、うん、革命者の悲哀とかね、永久革命っていうがいかに悲哀を持つかっていう、もう独特の羽生さんの政治思想論ですね、うん、その発想が生まれた度胸までこう見つけたわけですよ、 あそこの窓から何が見えるってここしかないとかね、うん、中野茂さんがどう窓から見ると日記見たら、ここが最初の部屋で、次はここで全部分かっていったわけです、それ全部やって、それを原さんに見せた、うん、で羽生さんにもビデオを見てもらいました。あ、そうですか。ですから羽生さんの司令という、うんうん、ね、未完になった大小説ありますね、資料ね、うん、あれが NHK が羽生さんの資料について、羽生さんが亡くなられる前にずっと長いインタビューで答えられてる全10巻ぐらいのビデオがあるんですね。ああ、そうですか。でその中で羽生さんが入られた豊玉監獄の映像写真を僕の8ミリのフィルムから撮ってるんですよ、全部。あそこから何回も出てきます。つまり動画で撮ったの僕だけだったんですね。長くそういう話しましたけれども、やっとレンガの話にいきますがその最後砂粒になる前にですね、あ、皆さんに面白い話します。刑務所っていうのは壊された時に何から一番最初解体業者壊すと思います？法務省から指令があるんですよ。どこから壊せっていうのは。処罰室残りますね、最後まで。あ、ちょっと出てこないね。なるほど、わかる、分からん。刑務所ってのは人を閉じ込めるわけでしょ、部屋の中に。講師、うん、もちろん講師もありますけど、講師と扉があるでしょ、それを閉じ込めると鍵かけるでしょ。あのそれぞれの独居房も雑居房もね、この鍵の部分だけまず最初にくり抜くんですよ、これを取る。で
行ったらその鍵の錠だけがうわー山盛りになってるの、庭の隅に。で法務省の人に聞いたんですよ、なぜこれやるんですかってのは、これが国家のシンボルだと、はあ、つまり国に対して犯罪を犯した人を閉じ込めるシンボルがこのキーであると、これが一つでもなくなったら大変なことになるから、はあ、だから最初に取るんだと、うん、なるほど。これが建物、刑務所建物の独特の構造なんですけどね、でそういう形で壊していったところで、最後のところでそのレンガ建築のレンガなんですけれども、後藤刑事はものすごくそういう建物も立派な建物を作ったんですけれども、対抗したのは東京駅なんですよ。うん、東京駅も大正9年に竣工してます。全く同じレンガ使われてます。レンガは2種類のレンガ、で一つは栃木県のレンガ会社が作ってるのと、そしてほとんどは小菅刑務所の囚人たちが得たレンガなんですよ。でそのレンガには必ず押印がありまして、桜のマーク、でそれを見たらもう全部これはもう小菅あの刑務所の囚人たち焼いたレンガ、ああでその同じレンガを作って、あれは東京が辰野金吾さんかな、うん、設計されて、その先生の弟子が後藤刑事だったんですね。ああで師匠はあの東京駅の国家の予算を使って壮大なレンガ建築を作ってると、うん、絶対負けない、全くあれに勝つ建物を刑務所建築と作ろうとしたんですね、うん、後藤刑事はむちゃくちゃいろいろ実験してるんです。もうその話したらもうすぐ長くなりますけど今日の話とかで、そのレンガが壊れる最後の壁の中でですね、壊さないと見えてこないんですけども、さっき言いましたようにレンガの中の小菅刑務所の囚人が焼くわけですね、うん、それが小菅がから運ばれてた刑務所っていうのも今は違いますが、基本的に閉じ込められる人がその建物を作るっていう習慣があるんですよ。ああですから豊玉監獄もそこへ閉じ込められる囚人たち2万数千延べ人数、何万だったか、ものすごい数の人間が自分たち囚人たちが焼いたレンガを閉じ込められる囚人が積み上げていったんですね。閉じ込められる人が自分を閉じ込める部屋を作る、建物を作るというのは、実はこれは人間の家の原型なんですよ。昔は大工さんとかそういうのに分離してなかったですからね、うんうん、縄文人とかその自分閉じ込めるために自分で家作ったわけですね。そのスタイルが今残ってるのは刑務所建築だけなんですよ。建築っていうのは面白いの、そういうふうに考えていったら、うん、でだからそういうふうに積み上げられてるレンガですよね、うん、でそれが壊された時に初めて見えてきたんです。壊れた中でザーッとレンガが中の一つで、多分、昭和の、大正の、8年か7年ぐらいに小菅刑務所でレンガを作ったやつの囚人の一人が、自分のお母さんか恋人の名前をですね、こう日干しに焼く前に、あの左官の、うんうん、あのなんか細いナイフみたいなもので女性の名前をネギシハツと彫り込んだんですね。でそのままあのこう焼きに入ったと。それがわからないまま、要するにバーッ大量のレンガと一緒にあの建設現場に入って、うん、で多分ね囚人が積み上げてますから、コンクリートでザーッとこう置くときにこう見ますから、あっと名前があると囚人は分かったと思うんですよ、うんうん、でもそれは恥ずか、あの要するに表に出したら分かっちゃうから、うんうん、要するにコンクリートに埋めたわけですね。それで72年ぶりに壊れされた時に出てきたんですよ。でそれが出てきた土器場のところは、要するにその入った囚人たちは中に入っている時は言葉を発してはいけない、うん、大声を出してはいけない、言葉は全て閉じ込められた空間ですね。しかしレンガも言葉を閉じ込めたわけですね、うん、で友田刑務所、これね東京芸大の向こうの校舎だったかな、美術館の校舎で8ミリの映写をしたんですね、うん、その映像がもうすぐ今貴重な映像になってるんで、豊玉監獄の歴史ということで映してくれって言われて、それと僕あの映写をしに行った時に、その映像と同時に映像でもレンガ見えてるんですけれども、ゴロッとこれですって見せたわけです、
だからもうこういう形でボンと物として置いた時にそこに掘り込まれた言葉とレンガっていう物質のものはものすごい進んだかもしれない。それで全て物語ってしまう、うん、人間の言葉よりも言葉を失ったものがどれだけ発言力を持つかということですね、うん、だからこの本だってレンガの形してますけれども言葉がいっぱい詰まってるけれどもバーンと存在してるだけで一体何だろうこれはって思わせるようなね、うん、本になってほしかったんですよ。ありがとうございます、はい、あのでもよくこんな僕忘れてた。あ、そうですか。僕こんなレンガマニアだったの今思い出した。いやなんかねこうしあのさっきその肉体とかね言葉のその身体性みたいなことでこう探ってあの佐々木さんの詩をこういうふうに自分の中でこう探っているときに何かでこうぶつかったんですねこれ、うん、それであーっと思って、うん、あのね大事な言葉っていうのはね大事な言葉っていうのはね触れる言葉のことを言うんですね。例えばお経なんかもそうでしょ、うん、まあ、チベット仏教の場合は特にそうですけどマニグルマってなって、うん、でこうね、こう周りずっと書いていてお経が巻いてあって筒みたいなものをザーッと触りながら行くでそういうのは日本の仏教でもありますしそれからお経がもうたくさんのお経を読めない場合はこうバーッとこう蛇腹になったお経をこんな風にして読んだ気になるとかね、うん、読んだというふうになってしまうと、うん、つまり触るだけでいいんだと、それでお祈りするときはおびんずるさんもそうですけどとにかく大なものを触ってここを直してくださいって言って煙にもこういうふうに触る触れる触るという形で祈りそして大事な言葉も要するに言葉そのものを例えば歌舞伎役者が舞台に出るときに舞台の袖からバッと自分を落ち着かそうったらこの手のところに勘九郎がそうですね大っていう字を書いて人っていう字を書いて何でも書く飲み込むでそれでグッと自信つけて舞台に出ていく、うん、これも文字言葉そのものを触れるっていう形で自分自身を安心させるっていう必ず人間はそういうことで生きてきたんですね。触ることができる言葉、うんで同じように触れるとか触るってことで言えば声っていうのがそうなんですよ。声で相手を触る相手に届かせるで声っていうのは口に出した言葉を口に出した時にマジカルパワーっていうのを持ってこれ別になんかもうミステリアスなことを言ってるわけではなくて例えば大好きな恋人その女の人が大好き誰ちゃんっていう名前が大好きだったらもう何度も何度も文字に書いてみたりあるいは口に出して大事な人の名前をそういうふうに口に出すあるいは亡くなったお父さんとかお母さんがいたとしたらお父さんの名前を何度も呼んでるうちにリフレインしてるうちにぐーっと心が落ち着いてきて近づいてきたような感じがなるっていうこれも要するに声のマジカルパワーであって、うん、言葉によって触られる触れるっていうのはそういう要素を持つわけですね、うん、でシャーマンとかそういうのが狐つきとか昔そういうのがあった時もその狐を体の外にバーンって出すっていうのその実際にやる現場を何回か僕は見たことがあるんですけれども三浦さんに狐がもし入って病気になってなんか狐が入ってるって言った時にもう狐を追い落とす時にうわっと突然声上げるわけですよね、うん、だから狐がピョーンとこの霊媒にこっちついて、うん、この人が一番狐が抜けやすい体質だって言ったら、うん、ここからスッと抜けていくんですね、うん、でこの時の声の突然ブワッと脅かして、うん、どこどこで山の何べの狐だろうクラーッて言ったらピョンとこっちをあるんですよ九州で何回見たんですけど、ね、その時の声で脅かすっていうのは触り落としって言うんですよ、はあ、触り落とし声で触って落とすっていう、はあ、なるほど昔から言われてきたんですね。声で触るっていうのは別に僕の発案ではなくて昔から日本人の中にあったことなんですね、はあ、でそれは言葉でありということなんです。ですから朗読をするっていうのもペトロリーディングっていうのも
それも本当にそういう形で声と人間の体との結びつきを考えてみたら当たり前なことであって、別に何かこと新しい芸術お芸術っても何でもないんですね、うん、一番大事なことは声で触って、そして相手に伝えるっていう、そういうことです。それではえこの中の詩をぜひあのさっき、はい、あの座談会をやってきたんですよね、あの乙武さんと堀江俊幸さんと、うん、佐々木美京さんでこの言葉のポトラックについての座談会をやって、来月の図書新聞に載るんですけども、これあの第1回、8回ポトラックってあったんですけども、第1回が3月の27日でしたっけ、27日ですね、あの震災から16日間経ってすぐに会が開かれたんですよね。それで皆さんその、まあ、震災の後に大竹さんが呼びかけて、で賛同した方がそれを会をやりましょうってなったんですけど、新作を持って来られたのは佐々木さんだけだったんですよね。あと真村さんが少し新作が入ってるのかな、あの俳句ね、俳句が入ってるんですね。で佐々木さん2編読まれて、でさっきあの徒歩の話をされてましたよね。その作る時にあの山小屋にいて、で徒歩のことを思い出したって、あの話とても面白かったんで、もう一度、ええ、あの2回になりますけど1日いやどうやって詩を作ったのかっていうのがすごいよく分かった感じしたんですよ。ああそうですか、はい、うん、大丈夫、眠たくないいいよ、眠たくなったら寝に行った方がいいと思うよこのおじさんね、難しい話ばっかりさせようとするからねちょうど大竹さん、さっきも要するに大竹さんから言葉のポトラックってのやりたいっていう電話を3月の21日受けた時、山小屋にいたんですけれども、そのすぐにやりますよっていう返事をしたんですけど、それはなぜすぐできたかというと、その前に、僕は久しぶりに、3.11 後山へ行ったんですね、で東京はもうとにかく放射能の恐怖、東京もやれるかもしれない、放射能が来るかもしれない、実際に大田区の僕のあたりは下水道のところの放射能レベルがものすごく固まって高いとか、うん、いろんなことを言われたわけですよ。水道の水も危ないっていう。で、あのアメリカの僕 の友達の親友2人ほどから、日本政府に榊騙されるな、早く東京から逃げろってのメールが来たりなんかしたわけですよ。で実際その頃後からあの政府発表しましたけれども、300キロ圏内、の、3000万の日本人をひょっとしたら全部避難させるかもしれないっていう計画さえあった時期です。だからアメリカからメール来たのは、僕はその時へんと笑って、お前何言ってんだって感じで打ち返したんですけれども、あの時は連中が行った方が要するに正しかったんですね。日本政府が裏で本当に危ないと感じてるぞって言ったのは正しかったんですよ。でそういう時に、久しぶりに山行ったら、群馬県の浅間山のふもとの山っていうのは全くそんなのない、これが同じ日本という普通の以前の山なんですよね、うん、木があって鳥が鳴いててっていう、あーここはもう昔のままだっていうね。それまで東京にいた時はもう何もかも風景が変わって見えて、真っ暗ですしね、うん、あの街までエレベーター全部ストップしたし、だから一番あれですね、街の中の電気商店ね、いつもあったら1階がいつもこうこうと明るくて、テレビのモニターとかそれのパソコンのモニターがこっち側に向かって、ある大きなあれが全部真っ暗闇に節電でっていう、そういうところはパッと行ったら山行ったら全然普通であるっていう、もうその瞬間ああそうかと思ったんですね。徒歩という詩人が、徒歩の時代にいました。で徒歩の有名な詩で、国破れて山がありという有名な一節を含む詩があります。
で、それは唐の国が滅びて、そしてまあ唐府は唐の国の有名な神ですが、そこから首都から逃げて、そして田舎の方へ行きます。で、自分の国が滅びてもこの同じ山河が、で、そしてそこで泣いてる鳥を見ても、涙に誘われる。で、自分の家族はちりバラバラになっ て友人とも手紙が交わせなくなった。一体私はこれからどういうふうに置いていくのだろうっていうふうに歌っていく詩なんですね。で、その時僕はそれを小声で初めて読んで、国破れて山がありっていうのは、国が滅びても要するに田舎へ行ったら山や川は昔のままにあるから心が癒されるんだというふうに読んでたんですよ。で、またこれは間違いではないと思うんですね、これは普通の読み方です、うん、一般的には、うん、ところがね、初めて分かったんですよ。違うと思った、その解釈は。僕は東京、それから離れて群馬の山奥行って、山河を、昔も3.11 以前と同じ山川を見てるわけですね、うんうん、そしてパッともうウイスが鳴き始めて、 春先ですか、鳥の声を聞いた瞬間にほっくーと涙が出てきたんですよ、うん、昔と同じ日常が続いてるってことに驚き、涙が出てくる、うん、で、その時に要するに自然に出会って癒されてるんじゃなかったんだと。東方は昔の自然がついてるっていうことが脅威だったんだ、驚いたんだと、うん、で、そのこと自体、その驚いたままでね、そして年を置いて孤独のままで、私はそういうふうに置いていけるだろうかっていう不安の中で、本当の恐怖と不安の中で豆腐は詩を書いたんだと、うん、決してここで私の心は安らかになったですよっていうのは、そんな詩を書いてるんじゃないんだと、うん、ものすごい不安と行く先の不安と恐怖の中で自然を見て、だから鳥の声を見た瞬間でも驚愕して思わず涙が出たっていうふうに続いていったんだというふうに読み取れたんですね。不安と恐怖、それでも詩を書く人間は書くんだと、言葉で、その時の自分の心の動きをっていうというようなことを山形で考えた時に、大竹さんからそういう電話があったんで、自然に言葉とか、この、まあ、震災から前じゃないけど、全部集まって言葉を寄せ集める手料理の会をやりたいって言った時に、もちろん参加させていただきますっていう自然に出たんですね、うん、で、実際死というのはいろんな書き方があります。 3.11 以前と以後で変わった人もいますし、全然変わらないと、言葉はね、詩だけなのって三文もそうです。それはそんなことぐらいで変わらない、それも一つあると思います。どっちがいい悪いの問題では全然ない、うん、で、そんな3対1なんて関係ない、そんなことはテーマにしないで書く人もいるだろうし、それしかテーマにしないっていう人もいるだろうし、うん、いろんな人がいていいと思うんです。言葉っていうのはそういう豊かな膨らみの中で日本語の富っていうのは増えていくものですから。で、僕の場合はそういう形で3.11 の問題がつながりました。で、言葉とはね。で、ただこの言葉ポトロフ1年間のこうドキュメントですけれども、この、去年の11月だったかな、第6回の言葉のポトラックを僕が企画して、うん、谷川俊太郎さんと高橋睦郎さんという詩人と、それと僕が詩を朗読して、それから御厨隆さんという政治思想家に、うんうん、コメント、トークセッションに参加していただいて、それから津軽三味線の高橋筑山さんという女性ですけど、津軽三味線で東北の民謡を歌ってもらうという会をやりました。で、その時には僕は東北の被災地に何回も行ってるんですね。最初の会の時には特に行ってないんです、うん、で、東北に行ってから被災地を見てから書いた詩と、それ見ないで書いた詩、 3.11 直後に書いた詩、やっぱり違うんですね。で、言葉っていうものはそういうふうに、そして去年の1年間の中で濃密な1年間だったように僕は思う、僕の中ではそうなんですね。1年が
5年か6年ぐらい凝縮してたっていうような感じがします。それは僕の中で言葉が日に日に変わっていったっていう、1ヶ月たち、2ヶ月たち、 1ヶ月前に考えた言葉と違う手触りで何かが見えてきて、情報も別の情報が来てです、また別のことを考えて、別の言葉が大事になっていたり、どんどん変わっていく自分がいたわけですから、この11月にあの書いた詩はまた別の言葉の手触りを持ってます。ですからもう3月27日に発表した言葉になかなか戻れない。で、三浦さんが聞いていただいたのは、4月か5月じゃなかったかな、うんうん、そうだと、そうですね、ですね、明大学でゼミを、うん、高藤先生のゼミの中でお話しした時に、あの朗読したですから、あの3月の余韻が僕の中ではぐーっと続いてて、その延長の中の朗読になったと思います。今読んだらまた別の朗読になると思います、うん、声っていうのは、体を通した言葉っていうものは、感受性っていうのはね、時代とともに、時代が感受性を、一人の人間の感受性を作ると同時に、感受性が一つの時代を作る、自分の時代を作って、そういうこともあるわけですね、うん、その時代というのは大きな時代だけじゃなくて、一年の中の一つの季節ごとのものでもあるわけですから、あの言葉っていうのはそういうふうに勝手に生きるんですね、うん、さっき中原中也のね、ええ、あのこの詩の遂行過程の話って、中原中也っていうのはたくさんあの遂行して、遂行っていうの分かる、言葉意味分かる、あのね、あの原稿用紙があったらね、こういうふうに原稿用紙があったらこうずっと書き潰して、これダメだなったら防線引いて消して、それでまた横に別の言葉書いて、完成形態に至るまで何回も何回も手を入れていく、これを遂行というのね。で、一編の作品ができるまでに、昔はこういう原稿用紙、今でも私使ってますけれども、原稿用紙、パソコンとかそんな、あの携帯でとか、そんな、スマホもない時代ですから、原稿用紙で全部書いたんですけど、原稿用紙の一枚の中でずっと何度も何度も破るんじゃなくて、同じ一枚の中にこういうふうに書き込みをいっぱいやっていきますので、そういうのが残ってたらですね、一枚の原稿用紙の中で、一つの時間が全部フリーズしてるのが分かるわけです。で、あの書き込みは多くて、そして決定校に、決定校って最終的にこの行を宿でいくっていうのは決まるまでの間の作者の言葉の揺れっていうのは全部読み取る。これはノートの中の、中央が使ったノートの中の、これもものすごい書き込みがあります。しかしインクの色、濃さ、そしてあの筆記具の違いによって同じ書き込みでも、あの赤鉛筆を使ったり、マネスを使ったり、Gペンを使ったりしてます。その順番ずっと追っていったら大概読み取れるんです。で、見えない、あの本人が一生懸命消したものでも、透かしたりなんかしていろいろことしたら全部裏読み取れるんです僕ね、9年間ね、そんなことばっかりしたんですよ中野氏は新編全集と第4回目の全集をね、責任編集でやったんですけどね、そういうことばっかりしてましたんで、だいたい中原中也の遂行過程っていうのは、ね、残ってるものについてはね、あのほとんど2日に一遍、昭和10年から12年はだいたい2日に一遍ごとの中也の心理は全部読み取れる。なぜこの詩かというと、その裏にこれがあった、これがあったと、うん、もう遂行過程全部、日記から書簡から全部遂行過程をやりましたんで、だいたい分かるんですよ。で、遂行過程の時に重要なのはですね、作者が詩を書いてるように思いますけど、そうじゃないんです。一旦書いたら言葉が動くんです。勝手に自分が思った通りに詩なんてのは書くわけは絶対ないわけですね、うん、で違う言葉をうまく表現できないからそうなるわけです、うん、だから言葉に文字にして書いてみると、どうしても違うなって、それでまた別のところでバッと吹き出し出して書いてみると、うん、これも違うと、こうやってるうちに勝手に言葉が動いていって、全然こう来たらとポーンと次の行が浮かんできて、でそれでバッといったら、あれと思ったらまた次の行浮かんでくると、言葉が次の行を生み出してくるというふうな形で、あの詩の行が続いていくわけですね。でその中の揺れの中、言葉の揺れの中で作品が出来上がってきて、
あの決して作者が作ってるように見えるけれどもそうじゃなくて作者が作品に作らされてる。で一旦どこでしのぎを終わるかわからないんだけども書いてるうちにあここで終わったんかっていうのは突然終わりがやってくるんですね、うん、でそれで全体読み直してみた時になんだ俺はこういうことを歌う詩人だったのってのは初めて気がつくでそれがですねあのもしそこまで行って書き終えた後もあこれは俺の作品だと俺の匂いがよくあの出てるだろうと思ってるのは作品ほどつまらない作品はないんですよ。ほんとくだらんですそういう作品は。つまり一色でしか読めないんですよ。面白い作品はねどんな角度からでも読み取れる、いくらでも誤解できる。でもその全体はある種のその角度の読み方によって一つの宇宙をそれぞれ作っていってそういう自由度を作らせるのが詩の世界なんですね、詩歌の世界なんですよ、だから3分の4にこういう一面だけで読み取れっていうふうなそういうことは学の教師だそれはもうアホな先生です、だからよく教科書あるでしょ、この詩の作者は何を考えてこの一行を書きましたかってな、絶対正解はないのにちゃんと正解があるように教科書を作れる先生を教えられるわけですよ。そういうのをねあの先生おっしゃったらあの作者は何も考えてませんでしたって答え書いてくださいそれでもバッテンでしょうねそれは。うん、僕いっぺんね高校の授業でそれ言ったんですよ、僕の詩が教科書に角川の教室に載ってた時があって、それを教えに来てくれって詩を詩はもう授業で教えられないかって高校の先生が言われて教えに行ってそこにちょっとそのあったんですよ、作者は何を思ってあのこの作品を書いたか授業以外で説明しなさいって教科書の後ろに書いてあって、で僕が作者としてじゃあ僕答えますって作者は何も考えてませんでしたって言ったわけで僕帰った後で生徒たちが感想文が来ていっぱい感想をいろんな方で来たんですけどね、一人の女の子は少しは考えてくださいすいませんこれから考えますでもそういうものなんですよ、作品は作品が勝手に動いて作ってくれるもので作者はそれで育てられるんですよね。でこんなこと書いちゃったのかと、これそしたら自分と全然違う自分がそこにいるんだっていう形でそれが続けてるうちに詩人というのは出来上がってくるんですよ。作品が詩人作るんですね、だからある時期から僕は佐々木美希郎っていう詩人になっちゃって今ここに来てるのも本当のさ人間としての佐々木美希郎やったら詩人としての佐々木美希郎っていう方で来てるんですよね、で詩人としての佐々木美希郎に皆さん僕に質問されてるわけですよ、だから僕の作品が作られてくれた詩人としての佐々木美希郎として僕答えてるんです、面白いですね、不思議でしょ、不思議です、フィクションの世界ってのはそういうの突き上がるんですよ。ですから例えばそう例えばこの言葉のポトラック一生懸命やろうと大竹さんも一生懸命やった、それは作家として彼女一生懸命やった、これあの弁子さんもイベントとかこういうの一生懸命やった、僕も一生懸命かかったと、これは詩人としての佐々木美希郎といって一生懸命かかってるわけですね、詩人佐々木美希郎は100年後の子供たちにあの時何してたかとバカにされたくないと、俺はこんな風にあがいたんだっていうのをね、痕跡でも爪の中でも残しておきたい、引っかけてですからここに収めた詩も2011年という1年の中の2回に 2,3 回にわたるある時期の僕の引っかけ傷なんですね、で2012年の現在4月の現在僕自身の価値判断から言うといろんなこう距離があります、その作品に対して、でもかつてこう爪痕を残したこのこと自体は福島としての佐々木美希郎が福島を書いた作品であってそのことを隠す必要は一つもないし、これはもうそれとともに滅びる以外ないんですよね、物書きというのは。でそれもそういう覚悟で詩を書き続けてますから、お願いします。最初に
詩を書いた時に新婚歌っていう詩を書きました。それからこの新婚歌っていう作品ができてから明日っていう詩ができました。で、今日も持ってきたんですが、明日っていう詩集をその後出しました。で、この中にその、新婚歌と明日も後半に載っております。今日もさっきの座談会でね、僕は 3.11 以前だったら明日なんてね、平凡なタイトルの詩集は絶対出しません。この詩の用語じゃないもん、普通の日常語でしょ。でしかも これはもう詩を書いた時はまだ明日ってことはそんなにみんな言ってなかった。そこから行く明日へとか明日のためにとか、被災地応援の明日、被災地の明日って明日明日明日ばっかりになるわけですね。で、まあ、僕はそのここで明日っていう詩かとかまだその方に疲れてなかったみたい。でもそれでも明日っていうのは平凡すぎるほど平凡で、しかもこのタイトルで詩を書くなんて考えられもしない。確かしその時僕は最も透明で最もシンプルで誰でも使ってる言葉で詩を書きたいと思ったんですね、 3.1 以後。もう現代詩用語使いたくなかった。いかにも現代詩らしい詩の言葉っていうのは書こうと思ったら、簡単に半世紀以上詩書いたら今までのノウハウで書けるわけですよ。そのノウハウなんてもういらないと。あの東北のあの風景をテレビで見ただけ、あるいは東京での自分自身の恐怖の体験と不安っていうのを考えた時に、もっと違う文体書きたい、もっと違う言葉が欲しい、うん、そうすると新しい言葉を作るんじゃなくて古くて使い古してこの辺に転がってる言葉を使って表現することが僕にとってはとても新鮮なことになったの。ですから鎮魂歌だって そのまんまですよ、うん、遠くの大地を鎮魂したい、ですから鎮魂歌ってのが出るんですけど、この時もまだ予感が余震が続いてましたから、その地続きの言葉が出始まってます。人は揺れ、大地は揺れ、あらゆるもの陸の奥深くへ流れ込み、倒れ込み、閉じ込められ、冷え、しんしんと冷え、恐ろしきもの空から降り積もり、大地に染み込み、光を求めるすべての生き物、命の穂先が震えて立ち尽くし、水を求め嘆く声を求めて、白い月がこうこうと森の上に上がる。今は照らす時、光とすれ違い、闇とすれ違い、生き物すべての悲しみの魂の流れるものすべての、倒れるものすべての、壊れるものすべての始まりの息吹を感じ取り、行き先つかみ取り、大地の母に捧げる、再び三度。人は揺れ、大地は揺れ、あらゆるもの陸の奥深くへ流れ込み、倒れ込み、閉じ込められて、許してほしい。私たちがこの大地を抱擁し接吻すること、という詩です。この詩が写真できました。地震と津波で土地が全部押し流されて雪が降ってきてました。東北はものすごく寒くなって、瓦礫の中でまだ死体がまだ全部収容できていない、ここへ死んでる人がたくさんある。そこへ放射能20キロ30キロ
その情報の中で。しかしこの詩を書いた時に最後こういう言葉になろうと思わなかったんですよ。人は揺れ大地を揺れ、これはその時もう余震は東京で2時間に1遍ですね。ザーッと部屋中が揺れ出すっていう、この詩を書いてる時もザーッと揺れてるのか何回か揺れましたけども、しかし最後の方で夕日等しい私たちがこの大地を抱擁し接吻することって言葉突然出てきたんですね。地球が割れてどうなっても大地を抱擁してやる、人間としてこのどうしようもないダメな地球を抱擁して接吻してやる、そういうふうに生きるっていうことが出てきたんですよ。鎮魂歌っていうのはそういう形で最後のことでうっとこう僕は生き返ったんですね。この場に出てきて、それからこれがずっと自分の中で反芻して、翌日明日ってことが出てきたんですね。僕が住んでるアパートの前の2階ですけど、ベランダにチューリップがちょっとずつつぼみを開き始めてる時でした。普通に明日はどうなるんだろうということを知人とも喋り合う、そういう時間帯大丈夫だろうか、その普通の言葉を使いたかった。明日いつもと違う匂い、明日シクラメンが桃色の花を咲かせて、明日放射能の入った天からのもらい水を飲むだろう、明日大地が揺れて冷えて凍りついても明日それでも生きている、明日恐怖が底のない桶のように固まり私たちを貫いても明日、揺れて割れる地球の上で明日、花のように大地の毒を吸い上げる私たちは明日、何もかもをなくしても明日、チューリップは泥だらけの緑の葉を膨らませ明日、赤黄白と一斉につぼみを開く、明日笑顔で生きている、明日どこかで誰かと出会うことを願って明日ひまわりの種を植える、明日いつものように窓のカーテンを開け明日、太陽の光で部屋を満たす、明日地球の上で生きる、いつものように明日目覚めた時明日という詩。この詩の書き方はどうしたかと言いますとね、原稿用紙にね一行句にまず僕明日っていう普通の平凡なことを使いたかった、僕が今まで使ったことのない平凡な普通に使われてる明日ってことを使いたかったんで一行句に明日だけをずらー並べたんですよ。それでその間の隙間の一行ごとにいつもと違う匂いってピョッと入れたら次の行明日になったわけですね。ピョッとまたどうなるんだろう、そうするといつもと違う匂いだから花の匂いがくる、シクラメンがありましたね、シクラメンが桃色の花を咲かせて普通に出てきます、そしてまた明日とまた釣り上げられるわけですね原稿紙の上下から言うとね、そのリズムの中で
ずっと見えてくる言葉の揺らぎをそこへずっと収めていったんです。そしてそんな風に私たちが生きるっていうのは、昨日がそうであったように、今日がそうであるように、明日も平凡にいつもと同じように続くっていうことが最大の幸福なんだと、人の生き方の中で。そのことだけはどんなに辛いことがあっても続けたい、とっても耐えられないような現実があっても、しかし昔と同じように平凡な日が続くってことを願い続けて生きていく以外ない。これは東京という被災地の中で僕が考えた、あるいは作ったイメージです。そしてそれは被災地の人も同じ、遠くの被災地の人も同じ考えだろうと思って作りました。4月になりました。4月の終わりに読売新聞社から、みんなが元気になる詩を書いてほしいって言われたんですよ。で、僕普通はね、そんな風なアホな依頼は大概断るんですけど、その時は、ああそうだね、なんかもう力んだようないろんなこと言うような言葉とか、そんなものはもういいや、もうテレビ見たら頑張ろう日本とかね、もう同じ言葉ばっかりで、金子ミス、ミスの詩とかね、もううんざりするな AC のコマーシャルソングが続くとね、え覚えてる、あれなんか最後 AC で終わるのね、さよならやんとか、そうそうそう、あったよね、ずっとあった。だからもううんざりしたんですよ、そういうふうな頑張れとか、そんなん。でもその後違う、もっと元気になる何かそういう言葉欲しいなと僕は思ったんですね、あのこうその依頼。だからやっぱり僕はあの僕の家のにいっぱい7匹今野良猫集まってきて、あの朝夕飯あげてるんですけどね。でその猫たちを見ながら作った詩です。風の中の挨拶。眠る月、なお眠る月、幼い葉の枝の風を抜けて夢乱れて、泣くなら泣け、千のピアノ、千のバイオリン、生まれたての柔らかな黄緑の歯を触り、愛が人間の中に入り込む時のなんという奇妙な瞬間、猫を立てて歩き挨拶するあなたに、こぼれ散る風の向こうのあなた、生きる水あふれる音、低く歌、遠く知らないうちに笛と太鼓が鳴り、笑い声が扉を開けて、次々と扉を開けて、鐘は鳴る、欲しいものすべて、4月の大きさ、5月の深さ、6月の強さ、芽吹く時の優しさすべて、という詩です。もうこの時もね、5月6月これからどうなるか分かんなかったんですよ。でもこの 4月末に読売新聞が載せるって言ったんで、よし5月6月向けて、もうこの時の本当にそこにもうもっと優しさが欲しい、自然は必ず与えてくれるっていう、ほとんど祈りのような思いです。で遠くの人にもこれは届けって思いで書きました。最後にあの鐘とね、この詩の最後の方で、あの歌と知らないうちに笛と太鼓が鳴り、笑い声がで、鐘は鳴る、欲しいものすべて、笛と太鼓と鐘ってのはお祭りのことなんですね。村祭りのどっかから鎮守の、亡くなった鎮守の幻の村祭りの拍手の音楽が聞こえてくるだろう、そっち向けて祈れっていう、
風に向けて挨拶しろっていう、そういう呼びかけです。で僕はこんな素直なね呼びかけの人なんて今まで変えたくなかった。でも僕一人の生贄として死の言葉を書く生贄として去年の3月4月5月という僕は言いました。生贄になるんだったらなってやるって。なぜ生贄っていうことが出てくるかと言いますと、僕は中原中也という詩人を本当に長い間読み込んできましたので、中原中也はヤギの歌っていう詩集が第一詩集なんですね。生前の中原中也という詩人は生きてる間30歳で死にましたけれども、生きてる間一冊の詩集しか出してないんです。それがヤギの歌です。あの昭和9年にできましたけれども、で彼自身が亡くなってから昭和12年に亡くなってから翌年に友達の小林秀夫に預けていた原稿で第二詩集「ありし日の歌」っていうのが出てるんです。ですから中也が生きた時代、人々はヤギの歌の詩人としてしか誰も知らなかったのね。今我々は「ありし日の歌」と「ヤギの歌」2つの詩人として中也のことを考えるんですけど、生きてる間の中也はそんなふうに思われてない。その「ヤギの歌」っていうタイトルの由来なんですよ。ヤギっていうのはキリスト教の世界では生贄のヤギですね。生贄の歌でもあるわけですね。で多分中田中也はそのことは気づいてそういうタイトルにしたと思いますし、ヤギの歌っていうのはもっとヤギっていうのを もっとギリシャ語の語源の方へ戻っていきましたらね、どうなるかっていうね、悲劇っていうのは英語ではトラジェディ、ギリシャ語 そのトラジェディの原型戻っていきますと、これはヤギになるんです。で昔ギリシャ悲劇で主人公たちが劇の前でこう演じる、その後ろにバックでヤギの飾り物をしたコロスたちが合唱する。でそれを要するにこうギリシャ悲劇ですから、悲劇の由来ですね。でですからヤギの歌っていうのは悲劇というふうにも読み取れるわけです。生きてる中田中也は自分のことをヤギとしての生贄であり、言葉の生贄であり、独自に自分自身の言葉との付き合いそのものが悲劇であるってことも納得した上で最初の詩集を出したっていうふうにも考えることができます。ですからそうですね、そういうことをいろんなことを試されるわけです、うん、長い間詩を書いたけど、これだけ去年1年間言葉についていろんな層で角度から試されたことはありません。去年の3月から4月までの詩、一番新しい詩を読みましょうか、うん、この3月にこれは、ね、朝日新聞にのデジタル版に発表した詩なんですけれども、こんな風に変わっていきます。東北ということは出てきません。東京が舞台になります。しかし先三浦さんね、僕のこの中で泣や悲しみから、始まる中で、昼夜が原稿紙に死の言葉を書くとき、吐く息吸う息のように自然に言葉を動かしていくところから始まるっていうのは書きました。朗読してくださいました。その同じことを使ってます。また偶然です。これ今気がついた。これは京浜東北線の電車に乗ってる最中にふーっと窓から外を、僕大森住んでるんですけども、時計から大森へ近づく、その釣り替えにもたれながらふーっと窓を見た時に生まれてきた感情、モヤモヤっとした感情を、大森の駅に着いたらもう言葉がね出てくる時どういうふうに出てくるかってね、一人によって違うんですけどね、僕足元から上がってくるんですよ言葉が。
うーっと足元がゾクゾクっときて、来たなーとった言葉がこの辺まで来るんですね。そしたらリトマス試薬ってあるでしょ。リトマス紙っていうのはなんかアルカリ性と酸性と色変わるじゃん。すると同じような試薬になるわけですよ。だからふーっと言葉に使っちゃってもずーっと色変わってるのがこの辺りなんで、あ、これはすぐ書かなくちゃいけないになるわけです。でそういう時は原稿紙がないんでね、あの小さないつも僕はノート持ってまして、あのすぐもう喫茶店入ってたこう、うん、これ一体何だろうこの感情はって方で書き始めた、うん、それから家帰ってからまた遂行して、それからパソコンに打ち込んで書いた詩です。急停車するまで ガラス窓を見つめていると、電車が急停車する時がありますので、つり革や手すりにおつかまりくださいという注意書きのシールが貼られていて、私は今つり革につかまっているのだが、私の心は何につかまっているのだろう。揺れながら足元から浮いている私がいて、心にはつかまるものがない。心はこの世にあることを絶えず疑い、ふとよそ見をすると消えていて、吐く息吸う息のように正体はないけれど、そこにあることを誰かに知ってほしいと願っている。死んだ人にも生きている人にも、たった一人の誰かに。そうであれば大きな嘘のような絶望にも、時が過ぎていくばかりの希望にも耐えることができる。この夕暮れに一本の弦のように、心は聞こえないものの中で密かにつまびかれ、見えない糸となって揺れているという詩です。まあ、あのこの急停車する前っていうのは、日本は 3.1 の時に一旦急停車しました。もっぺん来るでしょ、必ず来ます。東京直下型地震がそれをになるのか、それとも原発がどうなるのか分かりませんけれども、今のような日本のあり方を知ったら、急停車した時もっぺんもっと大きなパニックになるでしょう。しかし急停車するまでどんなふうに生きていったらいいのか、いろんなことを考えながらこの言葉が出てきました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。どうも皆さんありがとうございました。朗読のところからいくつかこう聞いてるうちに、頭がもう真っ白になっちゃって、まとめるとかっていうことがもう全くもうそういう頭全部飛んでしまいました。すみません、話が散らばってしまう。いえいえ、そんなことはない。何か質問というか感想というか、まあ何かこう話してみたい方いらしたらどうぞ。永田君なんかありそうですか。僕ですか。少しだけ。佐々木さん、実は以前出版社に勤めていたことがあるので何とかお会いしたことがあります。お久しぶりでございます。素敵な朗読ありがとうございました。それで単純に一つすごく興味があったんですけれども、知って多分。誰にでも書けると言ったら語弊があるかもしれないんですけど、きっと誰にでも書けることだと思うんですね。でも僕なんかもそうなんですけども、その詩人の方っていうのは自分のその感情の揺れ動きとか、ここのなんかわからないものをこうすくい取って言葉にするんだと思うんですけど、多くの人はそういうものを抱えていてもどうしていいかわからないとか、そういうことがあると思うんですけど、
そういう時なんか例えば何でもいいから自分で言葉を書きつけてみたりとかすることっていうのはすごく意味があることなんでしょうか。その詩人でなんか詩を創作するとかということではなくても、うん、その自分の中にあるものを言葉に落とし込む、うん、一回それでこっちって出してみるっていうことは、うん、あのすごく意味があることなのかなっていうふうにさ。はい、意味があると思います。あの、その場合必ずつぶやいてるだけじゃなくて、はい、ツイッターに書くだけじゃなくて、はい、自分の手を動かして書くっていうことね。文字で、そういう形で言葉にした時に次の言葉を生んでいくような、その言葉を見つけていくということですね。この一行書いたらもう次の言葉を生まない、そんなことは面白くないわけだから、うん、詩を書くっていうのはこれなぜこんなことが出てきたんだろうって形でちょっといじって動かしてみて、でそんなことがね、最初なんかその要するに誰でも詩が書けるでしょうねとおっしゃいましたけども、実は書けないんですよ大人になると。書けるのは10歳まで10歳までの子供は誰でも書けます。で非常に難しいのはですね、小学校なんかに詩の授業で教えに行きますでしょ、うん、一番面白いのは小学校3年4年なんですよ。5年6年になると頭が固くなってくる。これをもっぺん解きほぐすのにやっぱりなんか2巻ぐらいかかるんですね。バーッともう出来上がってくるんですね。で特に小学校6年生になると女の子は普通のおばさんになってますからもう大変なことです、これを解きほぐすのは。で男はガキですよ小学校6年生は。でですから、あのそれ何どういうことかっていうと、要するに言葉が一番柔らかい、あの時期、つまりあの感受性がものすごく豊かで、そして何者にも取られないでものすごく言葉に対して勇気があるのは本当10歳までの子供たちの時間帯で、その幼児の体験をいかにミルクたっぷり栄養たっぷりで作っといてやるかが親の役割。それをやっとけば年取っても幼児体験戻れるんですよ。なるほど。一番の私の黄金時代は何だったろうったら、ああお母さんと一緒に見たあの時の夕日のあの角度が良かったなとかね、それは40や50や67になって戻ってくれるんですよ。で詩を書く人間の一番大変なのは幼児体験に戻れることができるかどうかなんです。その幼児体験の幅が狭いやつほどつまらない詩人ですと言ったのは私ではなくてボードレールっていうおっさんです。フランスの近代詩人の最初ですけどね。だから幼児体験は大事なんですよ。それ今お話伺ってると思ったんですけれども、はい、先ほどのあの国破れて山河ではないですけど、それぞれの中にあるそのいわゆる山河というかかつてあったもの、変わらずにあったものってものにどうやってこう自分のがもう一度戻っていけるのかとか、うん、それをどうやって、まあ、戻れなくても思い出せるのかっていうことを、えらいその通りちゃんと答えが言ってくださってますね。その通りです、うん、だから徒歩の恐怖と不安もそれだったと思うんです。鳥の声にも驚いて泣いてしまうたちが本当に幼児のね、そのまま受け止めた世界に私は戻れるんだろうかっていう、そのことですよ。戻れないものを置いていくのはたまらないっていう不安もあったと思います。いくつだっけ。13。うわ大変だ大変だなこれからおばさんですおじさんが言うわけいくつ。よっしゃクリアしちゃったねあと何でも結構です。どんどん雑談になっていきますからいいでしょうか。もう一方ぐらいいかがですか。何かどうぞ。はいどうぞ、はい、ありがとうございました。初めて参加させてもらって、私は本を読むことは多分ここの会場にいる皆さんでの中では一番読まない方だと思うんですけど、こう言葉のリズムとかが好きで、今回その詩のテーマということで参加させてもらったんですけど、で私もお仕事の中で結構言葉
文章を作ったりということをしてまして、で自分でこう日記を書いたりとかするのも好きなんですけど、やっぱり仕事となった時にこう見られる自分ってあると思うんです。見られる自分、求められる自分ってあると思うんですけど、面白い自由に、でも詩の面白さとか文学アートの面白さって自由に発想して自由に表現することが面白いことだと思うんですけど、それと同時にこう求められる見られる自分っていうのもあると思うんですけど、その使い分けをされてらっしゃるのか、なんかどういうスタンスで作品を出してらっしゃるのかっていうところ、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、うん、こう自分の中で秘めてる、まず自分の中で秘めてる作品と、うん、出してる、こう発表してる作品を分けてらっしゃるのか、それとももう全てをそんなね、秘めてる作品があってそれで発表してる作品と分かれるようなそんな余裕なんてございませんもう全部出さないと要するに作品なんてできないから。で散歩の場合はね、日記で本当のことをこそこそと書いて、それで要するに公表の日記っていうのを作ってという二重操作ができたりしますよ。散歩の場合はね、詩の場合はそんなことできない。必ず詩を書いてたら隠してるっていうことが出てくる、にじみ出てくる。そのにじみ出ないような言葉を書いてるようだと、それも詩にならないです。それと見られることと見ること。で、この二つは非常にせめぎ合いはもうすごい自由なことでね。でも人によっては見られることに強い作家と見られることに弱い作家がいますからね。村上春樹なんか見られるの弱い作家なんですよ、うん、だからいつも隠れてるでしょマラソンをする程度でね、インタビューでもなかなか応じない、顔も無表情のままでいつも不満そうな顔しても喋る男ですけれども、あれはもう見られることに弱い男なんですよ。でも逆に同じ世代だった中上健二ってのがいたんですよ。もう亡くなったんですけど、この小説家は見られることにむちゃくちゃ強い男なんですよ見られれば見られるほどものすごく熊野出身の作家じゃという形でザーッとこう押し出してくるタイプなんですね。これも春樹と健二2つ並べたらとってもよく分かる。でも両方タイプがですね、作家の中ではどっちが優劣があるわけではありません。しかしその両方とも何かを隠して書き分けるっていうのは、そういうアホなことはしません。それは人間として何をしてることになります。銀行の裏帳簿作ってると同じわけでしょ、うん、そんなことを言葉の世界でやって何を勝負してることになりますか。何のために言葉と付き合ってるのか。そんなことをやる、そんなしょうもないエネルギーは必要ない。もっと大事なエネルギーがあります、言葉と付き合って。そして言葉と付き合ってるうちにどんどん変わっていく自分がいて、そのことの面白さにいつの間にか捉えられたらもうちょっと抜けてこれないということがありますね、うん、ですから作家になろうとしないでください。大変なことになりますできるだけ健全な人生を送られるのがいいと思いますじゃあ新しい作品を作るときにそのプレッシャーみたいなものっていうのは、プレッシャーっていうのは締め切りのことでもプレッシャーっていうのは大概締め切りなんですよ。でそれは10代20代とか締め切りがなくて、自分で書きたいように書いて、書きたい時に何とか発表する機会を自分で作って、同人誌を誰も依頼がないわけとか同人誌を作ったり、新聞作って自分で書き込んだりとかさやってましたけれども、依頼が来るようになる、でそれで締め切りが来る、できない、でもとにかく送ってからもう締め切り短かったからあんなにしか書けなかったの悩むのが続く、10代20代続いて25歳、これは T.S. エリオットってイギリスの詩人がいるんですけれども、僕はさっき詩は10歳までだったら誰でも書けるって言いましたけど、エリオット、イギリスの詩人のエリオットはねそれを言わなかったんですよ。彼はね25までは書けるって言ったんですよ、詩はね。しかし25歳以上書き続けるためには
方法論が必要であると。25歳以上には方法論、死の方法論を持たない限りは書き続けることができないと。ということを言ってます。で、まあその方法論という言葉が本当に正しいかどうか分かりませんけど、25ぐらいがちょっとの揺れの、時期でしてね、死の場合は。で、ですからね、イギリス、日本ではね、新人ってなったら10代末からね、20代初めを新人というけど、今最近その連中が詩書かなくなって年齢がどんどん上がってるんですけどね、でもイギリスの場合はね、25歳は、ね、新人とも言わないんです。30歳以上新人って言うんですよ、うん、それも伝統的に、うん、つまり方法論が確立して自分の宇宙観がちゃんとした詩人しか、しかもそれできてから新人になるっていう、うん、伝統的な詩、シェイクスピア以来の伝統的なね、詩の世界の見つめ方、非常に厳密に見ますね。で、今何を言おうと思ったの、何の質問だったっけ。プレッシャーの、あ、プレッシャーだからそういう方で、僕も20代とかそのあたりまで本当に締め切りになってもうまくできないところはね、ずっとこう繰り返してるうちにね、詩を書くための体の作り方ができてくるんですよ。締め切りがあの日だったら、そこまでどの時間帯を頭空白にしてしまって、例えば他の仕事をしててもそれをパシッとやめて一日何にも考えない、何もしない時間をどの時間帯で作るかっていう、それをやってるうちに言葉がふーっと、さっき言ったみたいに足元から出てくる隙間がふっと風が吹いてくるっていうのは、だいたい自分の体の調子と、それで読み取れるようになってくるんですね。それはだいたい30超えてからです。それで読み取れるようになってからも締め切り守れないんで、あ、しまった、もうちょっと前にやっときゃよかったとか思って、なんでこんな辛いことを仕事すると選んだのかと思い出しますけれども、35を超えて40近くになってきたあたりで諦めが一つ入ってきて、それから、あ、これが転職だって自分の中で思うようになったのは本当50過ぎてからですね、うん、そのまでは地獄の苦しみばっかりです。なぜこれを僕のメインの仕事と選んだの、小説をメインで選んだらもっと金儲けできたはずだとかね、いろんなことを考えました。でも、いや、そんな書きたくないから書かないだけの話で、別に拒絶してるわけじゃないんですけど、詩が面白いからやり続ける、しかしこの地獄が続く、しかし選び続けてよかったと思えたのは50になってからです。つくつく今転職だと思ってます。よろしいですか。はい、ありがとうございました。もっと他にもいろいろあろうかと思いますけども、もう2時間、たっぷりなんか、僕もなんかほうけてしまって、すいません、全然関係ない刑務所の話などじゃ佐々木さんにもう一度盛大拍手を、ありがとうございました。今日はどうも皆さんありがとうございました。ですね、連絡っていうか、そう、明日で刺繍を、もし岡本の前は4冊だけあります。で、定価2800円のところ。